ANA× かニュー生結弦舞台裏からあなたの手元へ、新オフィシャルグッズ第5弾が登場。こんにちは、航空ファン、フィギュアスケートファン、そして ANA、全日本空への忠実なお客様の皆様。今日は、あなたの興味を引き立てる素晴らしいニュースをお届けします。ANA は、日本を代表するフィギュアスケーター、羽ニュー選手のオフィシャルグッズ第5弾を発表し、それがいよいよ9月1日に販売開始されます。 ハブ選手のファンとして、ANA のお客様として、この記事を読むことで、新しいグッズコレクションについての全ての情報を入手できることを楽しみにしていただければ幸いです。それでは、新しいグッズの詳細を見ていきましょう。ANA、羽生結弦選手のオフィシャルグッズ第5弾を9月1日販売開始。全日本空輸、ANA は、航空業界とエンターテイメントの融合を進化させる先駆者として知られています。 そして、今回もその伝統を守りながら、羽生結弦選手とのコラボレーションから生まれた新しいオフィシャルグッズの第5弾が、9月1日午前10時に販売開始されます。天と地とのコスチュームに身を包んだ新フライトベア。新しいコレクションのハイライトは、フライトベアの新モデルです。これまでにも多くのファンに愛されてきたフライトベアが、羽生選手の天と地とのコスチュームを身にまとい、ぬいぐるみ、キーホルダー。 金着として登場します。この特別なデザインは、ハブ選手の魅力と ANA の航空サービスを象徴しています。初のコラボレーション、ARTISAN& アーティスト ×ANA ユズモデルポーチ。さらに、今回のコレクションでは、ハブ選手、アーティザーアーティスト、そして ANA の初のコラボレーション商品である、ARTISAN& アーティスト ×ANA ユズモデルポーチが初登場します。 このポーチは旅行好きな方やファッション愛好者にとって理想的なアクセサリーとなることでしょう。価格と入手方法。これらの魅力的なアイテムは税込み価格でぬいぐるみが5500円、キーホルダーが4800円、巾着が3200円、ポーチが8400円で提供されます。購入方法については登場者限定のウェブサイト、ANA スペースストアアットマークスカイ国際線の 機内免税品プリオーダーサービス、そして ANA ショッピング、A、スタイル、A、スタイル ANA モール店で入手できます。ただし、商品によって販売場所や販売予約開始日時は異なりますので、お見逃しなく、ANA と羽生譲選手の素晴らしいコラボレーションが、新しいオフィシャルグッズ第5弾として再び登場します。これらのアイテムは、ファンにとってはお宝となることでしょう。 そして、ハブ選手のファンや ANA のお客様にとって、これは特別な機会です。ぜひ、9月1日に販売開始となるこの新しいコレクションをお見逃しなく、ANA は、空の旅とエンターテイメントを結びつけ、お客様に新たな驚きと喜びを提供し続けています。羽生譲選手のオフィシャルグッズ第5弾は、その使命をさらに強調し、ファンとお客様に素晴らしい体験を提供します。 彼の才能と ANA のサービスが共鳴する瞬間を楽しみにしてください。これで、羽生譲弦選手のオフィシャルグッズ第5弾に関する完璧な記事が完成しました。読者の皆様にとって、新しいグッズを楽しむ素晴らしい機会となることを願っています。